本日は新米公認シェアセブン MD 主催のシンポジウム、東アジアの平和を問う北朝鮮の威嚇化と移り変わる米中関係に、たくさんの方にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。北朝鮮問題で少しですね、今、落ち着いたという動きがないなという感じだと思うんですが、前はもう1年前はですね、北朝鮮がミサイルの実験をし、そして、トランプ大統領と非常に、なかなか手を引きにくいような言葉もですね、お互いに発しながらですね、これから本当に戦争になってしまうんだろうかという話が日本の中にあるような状況だったわけなんですけれども、その後、核という転換がありまして、北朝鮮がオリンピックに参加をし、そして、南北朝鮮の会談が4月になり、そして、6月にはトランプさんとキム・ジョンウンさんの会談があるということで、本当に1年前には全く考えられなかったような展開というのが、もし国際情勢で一つだけ今年のニュースを挙げれば何かというと、これも確実にその一つの方向に上がるのかなというような情勢の転換を見せています。ですけれども、核化という問題が実際に前に進んでいきそうなのかということになると、1年前ほど状況は悪くはないにしても、どうなるのかなというような非常に先が見えないような状況ではありますし、今日は移り変わる米中関係ということもタイトルの副題の中に入れているんですけれども、北朝鮮との関係と、だけではなくてですね、どこか日本が関係する外交問題というのはもう基本的には大きくはアメリカと中国の関係の中で、その中の変数として、北朝鮮の問題が出てきたり日本の問題が出てきたりとこういうふうに申し上げても過言でないぐらい米中の関係というのが非常に外交関係の中で大きなベクトルを占めるようになっています。一般民間企業の問題も含めてですね、昨日も今日もおとといもですね、一面トップは中国のアメリカの関係のニュースみたいな事態になっていますので、今日は北朝鮮の専門家、核兵器の専門家、防衛の専門家、そして日米関係の専門家、それぞれ、いろんな分野からですね、一斉の専門家をお招きしまして、この非常に難しい問題について皆様と議論をさせていただければと思います。申し遅れましたけれども、私は今日の主催の新外交イニシアチブ ND という日本の新幹線の代表を務めております、弁護士の猿田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日の流れなんですが、まずはじめにですね、それぞれの登壇者の方からそれぞれ10分15分程度のプレゼンテーションをいただきまして、その後に柳沢さんをコーディネーターにやっていただきまして、それぞれの意見を、様々な意見について交換をしていくという形にしたいのですが、ではですね、早速、時間もありませんので、登壇者の方のお話に入っていきたいというふうに思います。まず、マイク・モズリさんの方からお願いいたします。マイクさんはですね、新外交イニシアチブの会員の方ですと、だいぶ同じになっていたかもしれないんですが、上院を新外交イニシアチブで務めてくださっていまして、上座新婚大学の理事長でいらっしゃいます。日本法学、ジャパンスタディと専門にされている方で、今回はフィリピン、そして沖縄、そしてここに機能をついたという、非常に厳しい日程を中川さんとしてくださっています。では、マイクさんよろしくお願いいたします。Thank you very much, Sadako-san. It's a great honor for me to be on this panel with such influential and famous experts in the Japanese foreign policy community. I should really be speaking in Japanese, but I think since we have such a good interpreter, Yabe-san,I will speak in English and she will translate for me. サルタさん、どうもありがとうございました。日本のフィリピンの外交関連は、非常に協力のある有名な専門家の皆様とともに、このようにパネリストに一員になるご覧いただき、大変今日は光栄でございます。今日は通訳を通しまして、日本語で話すべきかもしれませんけれども、英語でも発言をいたします。Since I only have 10 minutes to make my remarks, what I will do is just give you my summary points, and then maybe
In the Q&A, if there are any questions that you might have about my reasoning, I would be happy to answer them.時間は10分ほどですので、最初は総括的な話をしたいと思います。そして、詳しいこの理由などについて、またご質問がありましたら、後からお受けしたいと思います。Since Sanata-san started with the North Korea issue, let me just comment briefly on that. Although I was very much concerned, like everyone else,that President Donald Trump was going to lead us into a second Korean War, I was elated that he shifted gears and decided to pursue a policy of positive engagement towards North Korea after the encouragement of President Moon of South Korea.最初に、佐藤さんの方から北朝鮮についてのお話が言及がありましたので、私も北朝鮮に関する話から始めたいと思います。皆さんもそうかと思いますけれども、トランプ政権の下で、第2次朝鮮戦争がというような懸念も非常に高まる私も心配でした。しかし、韓国のムン・ジェイン大統領のこの働きかけもあって、そのトランプ大統領がギアチェンジをして、北朝鮮に対する積極的な前向きの関与政策へと舵を切ったということは、私とても大変嬉しいことでした。I think the kind of bold policy that President Trump was trying to pursue with North Korea.Was unimaginable during the presidency of Barack Obama. 北朝鮮に対して非常にこの大胆と見えるようなトランプ大統領のこの政策が言われているんですけれども、これがオバマ政権の時には想像がつかないことでありました。But right now we are in a very difficult and delicate moment.And after President Trump's bold summit meeting with Kim Jong-un, there has been quite a bit of opposition within the United States towards Trump's engagement policy. And this opposition comes not only from conservatives, who have always been very suspicious of North Korea, but this opposition also comes fromLiberals in the United States. しかし今、また困難で非常に微妙なデリケートな状況になってきていると思います。非常に大胆な思い切った米朝首脳会談が開かれた後、でこのトランプ政権における金正恩に対する北朝鮮に対するこの積極的関与政策に対してはアメリカ内部で今また反対が出てきておりまして、でそのまず北朝鮮に対して既に懐疑的な見解を持っている保守派、それからまたそれだけではなくリベラル派からもこの関与政策に対する反対が出てきています。 Now we'll probably get into some of the details of these negotiationsduring the panel discussion, but I just want to end on the North Korea issue by saying that Japan plays an important role.その交渉に関する詳しいことについては後でこのディスカッションの時でも見られればと思いますけれども、今日本は非常に重要な役割を果たしているということだけを申し上げたいと思います。First, I believe that Japan should not do anything to obstruct the engagement policy by President Trump, and if possible, should be very supportive of this policy of positive engagement, because this would be helpful for President Trump to overcome some of the opposition within the United States.まず、日本は、トランプ大統領の取っている北朝鮮、関与政策に対して何か障害となるようなことは決してすべきではない。でそれからまた、アメリカがこのトランプ政権の関与政策を支援
そのことによって、アメリカ国内におけるこの反対論が確立できるようにすべきであります。And it's also important for Japan to work very closely with South Korea on the engagement policy towards North Korea. And in order to do that, I think it's important for Japan to stabilize and improve its relations with South Korea and not let the various historical issues such as the recent issue about forced labor to stand in the way of the improvement of Japan-South Korea relations. それからさらに、この北朝鮮関与政策に関して、日本は韓国と緊密に協力すべきであり、そしてそのためにも、やはり最近のこの徴用工の問題、そのほかこの歴史問題のゆえに、この韓国との関係が障害になることがないように、対韓関係を安定化、そして改善させるべきです。Next, I would like to turn to U.S.-China relations. And I believe there is somewhat of a paradoxical situation in U.S.-China relations. One of the reasons that the United States, under the Obama administration, moved towards what is known as the Asia Pivot or the Asia Rebalance policy was to reassure allies and friends in the Asia-Pacific about the U.S. security commitment in the face of a rising and more assertive China. それからついに、アメリカと中国との関係ですが、今非常にこの逆説的な状況が生まれていると思います。で、このオバマ政権の時のアメリカのアジアに対するこのリポート政策、あるいはリバランス政策が取られましたのは、それは非常に中国が台頭し、非常に自己主張を強めていく中で、この地域におけるアメリカの友好国や同盟国に対して、アメリカの安全保障上のコミットメントは揺るがないということを示して安心してもらったのでした。But over the last 2 years,China's relationship with various neighboring countries, including the Philippines, Vietnam, and now Japan, have improved. But at the same time, the rivalry and competition between the United States and China has intensified, leading some analysts to say that we are now at the beginning of a new type of Cold War.だけれども、この変化ほどが、中国と近隣諸国との関係、例えばフィリピンでございます、それから最近では日本もですけれども、中国とこういった近隣諸国との関係は改善して、でその一方で今度は、アメリカと中国との間の対立、あるいは競争が激化しています。でこれは一部のアナリストは、新たなタイプのこの冷戦状況が生まれているというふうに言っている人もいるくらいです。I do not think that the intensification of the rivalry between the United States and China is just about economic interests or just about security interests, but it has to deal with the U.S. sense of identity.And the role that the United States played in the world after the end of World War II. この今の米中間の対立、ライバル関係というのは、ただ単にその経済的な権益だとか、あるいは安全保障上の利害ということにとらわれて、とどまるものではなくて、でむしろ第二次大戦後にアメリカが追求してきたアイデンティティ、あるいはアメリカの果たす役割といったことに関係しているものであると思います。There is now an emerging consensus between both the conservatives and the liberals in the United States that China is a revisionist power that is trying to push out the United States and overturn
on the U.S. liberal international order. で、アメリカにおいてはこの保守派それからリベラル派を問わず、ある中国に関する見方としてはコンセンサスが今生まれてきていると言えます。で、それは中国というのは修正主義的なこのパワーである、パイプである。で、そしてアメリカを押し出して、で、そしてアメリカが中心になって作ってきたこの自由主義的なリベラルな国際秩序を覆そうとしている、それが中国であるという見方です。And even if Hillary Clinton had become president, I think we would be seeing the same trend in U.S.-China relations, that of the intensification of the rivalry between the United States and China.で、ヒラリー・クリントン氏が大統領になっていたとしても、やはり今のような、米中のライバル関係の激化というこのトレンドは変わらなかったと思います。And so in many respects, the so-called trade war between the United States and China is a reflection of this rivalry between the United States and China aboutthe international order, and therefore it has deep roots. And I think it overturns the liberal idea that through trade there will be more cooperation and peace among countries. But this shows that the power shift has a major impact on interstate relations.ですから、この米中間のこの貿易戦争というのはある意味で、この今お話したような世界秩序をめぐっての米中間のライバル関係のを反映したものだというふうに言えます。で、ですから非常に根は深いということです。で、そして貿易関係が活発になるにしたがって諸国間の間ではそれに伴って平和と協力が生まれるというリベラル的なこの考え方を覆すものであって、そして国際関係に非常にこのパワーシフトが大きな影響を及ぼしているということです。 And so in this context, what role can Japan play? And I think the policies that Prime Minister Abe has begun to take in terms of improving relations with China is a very positive development. And I hope Prime Minister Abe and President Xi Jinping continue to work on the stabilization and improvement of Japan-China relations.その中では日本が取るべき役割はということですけれども、安倍総理が始めている中国との関係改善ですが、これは非常に前向きな良い展開と言えるべきもので、で、安倍総理とそして習近平国家主席との間で二国間の日中関係の安定化と改善の努力を続けてほしいと思います。And to mitigate the bad effects of the U.S.-China trade war, I think the Japanese should vigorously push ahead with RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership process, as well as keeping open the possibility of China as well as the United States joining the TPP 11.で、それからさらに、米中間のこの貿易戦争による、このマイナスの影響を緩和するためにも、日本が RCEP 東アジア地域に包括的経済連携を強く前に進めているでしょうし、それから TPP11 カ国によるこの TPP についても、アメリカそれから中国が、加盟できるようにその可能性を、開いておくという努力も日本がすべきであると思います。 So during this era of intensifying rivalry between the United States and China, Japan has a very important role to play.
And that role is not to be serve as a bridge between the United States and China, but to play a stabilizing role by having good relations with the United States, but also improving relations with China. And by doing that, Japan will serve as kind of a gyroscope for international politics in the region.このように米中間の対立が非常に対立が激化している中で、日本は非常に重要な役割を果たすべきであるというふうに考えています。でこれはただ単に、この米中間の橋渡しをするというだけではなくて、このアメリカとの良い関係、そして中国との関係を日本が改善することによって、この米中の間の橋渡し、そして安定化を図る役割というのがあると思います。でそうすることによって、この地域における国際関係の日本は一つのこのジャイロスコープのような役割を果たすことになるんじゃないかと思います。Now, finally, since I've run out of time, let me just close with my thoughts on Japan's defense budget.There's been a lot of discussion that the United States is pressuring Japan to increase its defense spending. Some analysts in the United States, as well as some politicians in the LDP, have stated that maybe Japan should spend 2% of GDP on defense, which is kind of double the amount that Japan currently spends.日本の防衛予算について申し上げたいと思います。でアメリカが日本に圧力をかけて、この防衛費の増額を図っているということがいろいろ言われているようですけれども、それからまたアメリカの一部、そして自民党の政治家の中にも、防衛費の倍ぐらい、今、予算を倍にして、GDP の 2% まで増額すべきであるという観点もあるようです。Now, I know that Japan faces a large fiscal deficit, and so there are major financial constraints on Japan's defense spending. So what I would say is the number one priority for Japan is to be much more rational in the way it allocates money for defense spending.もちろん日本のこの巨額の財政赤字、そして非常に制約、そういった中で制約が非常にあるということは承知しておりますので、やはり日本にとってのまず一番の優先事項としては、この防衛予算のこの使い方にもっとこの合理的になるべきだということを必要だと思います。I think Japan spends much more money on the ground self-defense force.That is necessary given Japan's defense needs. I believe that the current plan to transform the Izumo helicopter carrier into a quasi aircraft carrier is probably not the best way to spend money. And I think the huge amount of money that is being spent to build the landfill air facility in Okinawa, in Henoko, as a replacement for the Futenma Air Station is another example of a big waste of money. So I think Japan could be much more rational in spending and contribute more to its own defense and regional security.でまずこの日本がこの日本のこの防衛の必要上それ以上にまず日本がその陸上自衛隊への予算をかけすぎていると思います。でそれからこのヘリ空母いつもこの事実上のこの航空母艦にするというこの今の計画はやはりお金の一番いい使い方とは言えないと思います。
それから辺野古代替施設として、普天間代替施設としてこの辺野古を埋め立てて、この航空施設をそこに作るというのも、これも大変なお金の無駄であります。ですから、もっと合理的に、理性的にお金を使う、そして、独自の自分の本当の公園の必要状況、そしてこの地域の安全保障に必要なように、そちらの方にお金をかけるべきだというふうに思います。Thank you very much. え続きまして、お隣に座っておられます磯崎敦人さんにお話をいただきたいと思います。磯崎さんはテレビでお話にかもしれませんけれども、慶応義塾大学の准教授でいらっしゃいます。トランプさんとキム・ジョンウンさんの会談のあたりでは、どのテレビを見ても、どの新聞、産経新聞から赤旗を出てもどこでも映っておりまして、私はとても、世界中はですね、非常に興奮した状態の中で、いろんな経験が飛び交う中で、どの場面で会見しても非常に冷静な、しかし、できる限り、可能な限りニュースとした、最初に限られた情報ではあるけれども、客観的な情報に基づきながら、冷静なご意見をおっしゃっていたのは非常に、素晴らしいなと思い、今回からご声掛けをさせていただいて、登壇をしていただくことになりました。では、磯崎さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長兵先生方の前で、そしてお世話の皆様方の前でお話し申し上げることを、今日は大変光栄に存じます。北朝鮮は今年9月9日に建国70周年を迎えました。でその間、冷戦の終結、ソ連の崩壊、東ヨーロッパ、すべての社会主義体制の崩壊、さまざまございました。ベルリンの壁が崩壊し、そしてルーマニアのチャウシェスク大統領は処刑され、一方の中国では天安門事件が発生し、来年で30年経ちます。でつまり、東ヨーロッパの社会主義体制が崩壊して来年で30年。この30年間の間、アメリカでもおそらくそうでしたし、日本では北朝鮮の崩壊が、北朝鮮は東ヨーロッパの諸国と同様に崩壊するだろうといった、一言で言えば希望的観測が非常に強かったことは事実であります。北朝鮮のように資源がない、世界から孤立した国が果たして体制を守ることができるのか、でそういった議論であったように思うわけです。しかし、そもそもこの疑問といたしまして、北朝鮮は本当に孤立をしているのか、国連加盟国193カ国ですか、そのうちのほとんど8割以上、大多数と国交正常化をし、平壌にはスウェーデン大使館もドイツ大使館もある、ロンドンに行けば北朝鮮大使館がある、マレーシアにもシンガポールにも北朝鮮大使館がある。そういった中で、確かに日本政府は10年以上にわたって、北朝鮮に制裁をかけ、約10年間、北朝鮮との間に輸入も輸出もゼロという状況が続いているわけです。しかし、小泉首相が初めての平壌訪問、日本の首相として初めて北朝鮮と首脳会談を行って、もう16年経ちましたが、その16年間、日本は北朝鮮と貿易をやめ、そして制裁をかけ続けた後、この16年間の間に中国は北朝鮮との貿易を伸び続けて十数倍伸び続けているわけですね。日本がいかに制裁をかけようとも、制裁というものは他の国と協力、緊密な協力のもとにかけていかないと、どうしても影響力というものには限界があると言わざるを得ない。だからこそ日本が制裁をかけ続けた10年間でございましたが、日本が求めている拉致被害者の奪還というものは叶いませんでした。今に至っても日本と北朝鮮との間問題は進展していない。そうこうしているうちにアメリカはついに対話に乗り出るという状況が生まれたわけでございます。米朝首脳会談、そして3回の南北首脳会談、3回の中朝首脳会談によって北朝鮮情勢は大きく変わったように見えます。しかし、今一度おさらいをさせていただきますならば、北朝鮮のやろうとしている目的、本質は私は変わらないように思うんです。
北朝鮮がやろうとしていますのは、今のキム・ジョン・イル体、キム・ジョン体制ですね。キム・イルソン体制、キム・ジョン・イル政権についての3代目のキム・ジョン体制というものを永続化させていく。これは国内的には市民から積極的な支持を得るために、経済的な成長を目指すということになりますし、対外的に国外に対してはアメリカから攻められない。アメリカはいざとなればアフガニスタンでもイラクでもどこでも攻撃することのそういう能力と決断力と軍事力を持っている国でありますから、現に65年前、68年前に朝鮮戦争をした当事者としてはアメリカから攻められない。そうするために抑止力を確保するための核ミサイル開発に邁進してきたわけでありました。しかし今ですね、北朝鮮はその思想、独特の思想ですとか独自の体制の本質を変えようとしているわけではない。むしろそれを守るために生き方を変えようとしているのではないかというのが今年の動きであります。つまりこれまではリビアが核開発をしていた、それを放棄したがばっかりに体制が崩壊してしまった。いわゆる金正恩国務委員長が自ら述べた中東諸国の教訓、中東のリビアが崩壊してしまったのは核開発計画を放棄したから、こういったことが平身路線、5年前に始まった平身路線のスタートであり、核ミサイル開発に邁進する大きな要因であったわけですが、しかし状況は少し変わったように思います。と申しますのも、トランプ大統領のように北朝鮮に対して超強硬で、しかも何を知れかすか、知れかすかは言葉悪いですね、何をするか分からない、北朝鮮にとっては何をしてくるか分からない、そういった政権が生じた、そこの中でもミサイル開発、核開発を続けた北朝鮮、トランプ大統領はかなり強い具体的な口調でもって北朝鮮への攻撃可能性を示唆してきましたが、しかし昨年北朝鮮に手出しすることはトランプ政権できなかったわけであります。冷静に考えますと、なぜトランプ政権が、トランプ大統領が北朝鮮、シリアは爆撃できても北朝鮮に攻撃できなかったかというのは、これは北朝鮮が核を持っているからではないですよね。北朝鮮の隣に日本、そして韓国というアメリカの同盟国があり、アメリカの民間人も多く住む国が日本、韓国と2カ国もある。で、これがトランプ政権、アメリカが結局北朝鮮に爆撃を加えることができない最大の理由であったということに、ようやく我々も昨年実証的に気づいたわけである。北朝鮮自身もおそらくそれに気づいたでしょう。これまで何十年も一時期餓死者が出てでも開発に邁進してきた核、これは北朝鮮にとってできれば放棄したくない。これまでも苦労して持ったものですから、今後もできれば維持していきたいと思うでしょう。しかし核というのはやはり万能ではない。核は抑止力になるかもしれませんが、それを持っているがばっかりにデメリットも大きいわけです。アメリカからも、そして同盟国であるはずの中国からも、それを手放さないと制裁をかけるぞということで、昨年中国も制裁の対立に大きく加わってきた。そうなってくると、私は北朝鮮は核を持つことのメリットとデメリットというものをきちんと計算できる、ある意味北朝鮮なりの論理と申しますか、戦略性を持った国であるように思います。この辺の前提が皆様方と違いますと、そもそも北朝鮮は暴走していて、思いつきのままに勝手なことをしているんだっていう議論の組み方を立てられる方とは、もうそもそも議論が違ってきてしまうんですが、私はその辺は北朝鮮という国家、ソ連や東ヨーロッパやリビア崩壊しても、あの体制を維持したという、ここは忘れてはならない、侮ってはならない、北朝鮮の肩を持つわけではございませんが、あの国はあの体制、思想体制を、その本質を変えずに体制を永続化するにはどうすればいいのかという戦略性を持っていることを、やはり忘れてはならないように思うわけです。つまり核をたとえ手放す覚悟をしたとしても、それに匹敵するだけのものが得られれば、アメリカが攻めてこないというそういった自信が得られれば、
私は非核化に向けて紆余曲折はありますし、時間はかかるかもしれませんし、今私がこう申し上げると夢物語のように見えるかもしれませんが、しかしそれはアメリカとの交渉次第、アメリカとのやり方次第であるように思うわけです。つまり最初から北朝鮮がトランプ大統領を騙そうと、そういった壮大な嘘がつける国かどうかを考えた場合、北朝鮮のトップとして初めてアメリカの大統領とやり合ったわけですから、今後、今34歳と言われるキム・ジョンウン委員長が今後数十年間にわたってアメリカから嘘つき呼ばわりされることを良しとするのかどうか、そしてこの間中国とも首脳会談を再開している中で、中国も北朝鮮の核保有を良しとしていないわけです。その中国も果たして騙していいのか、そういったリスクを負いながら今の交渉に臨み出ているように思うわけです。しかしそうは言っても米朝間に非常に大きな不信感があります。もはや日本は拉致問題で大きな不信感を北朝鮮に抱いているわけですが、それと同等の不信感を北朝鮮はアメリカや日本に抱いているという感覚でよろしいのかもしれません。日米間は政権交代がありますから、今トランプ大統領と何らかの妥結をしたとしても、トランプ政権の後結局また超強硬な政権が北朝鮮を攻撃してくるかもしれないという怖さは北朝鮮だ。そこの怖さ、脅威感というものを解消しながら不可逆的に北朝鮮の非核化というものを誘導していくチャンスは来ているように思います。北朝鮮を攻撃する、それは口での攻撃も同じですが、それは容易にできるわけですし、北朝鮮が散々今まで日米韓を騙してきた、そういった過去の経緯をもとに今回初めてサミット外交に出たということをもってしても、北朝鮮の本心というものを疑うことはそれは誰にでもできるわけですが、せっかくトランプ大統領とここまで首脳会談2回目もやろうとしているのであれば、日本としてもできる限りそのタイミングにのっとった形で北朝鮮が非核化をやれば、北朝鮮が日本との関係で懸案事項を取り除くような努力をすれば、北朝鮮にも明るい未来があるということを明確に指し示すような、そういった建設的な議論も私は必要であると思います。小泉首相が日朝首脳会談をやりましてから16年経ちました。北朝鮮は日本のお金が必要なんだから、日本は悠長に黙っていれば北朝鮮から対話を求めてくるんだという議論が多々見られますが、私はそれに反対であります。16年前小泉首相とやり合ったのは米朝関係は最悪でした。9.11 テロの後、ブッシュ大統領が北朝鮮を名指しで悪の枢軸と言ってた、あの直後の出来事であります。しかし今は米朝関係がすでに先行して対話を始めてしまっている。2002年小泉首相が北朝鮮を訪問した時、北朝鮮は未曾有の経済危機、苦難の行軍と呼ばれる大勢の餓死者が出た経済危機からようやく脱出しようとした、そういう時期でありました。日本のお金を必要としていました。しかしその後、韓国とも中国とも貿易関係、経済協力関係を深め、北朝鮮の経済はこの15年、20年、緩やかではありますが、回復基調にあるわけで、今や韓国から、多くの韓国から経済支援を得られる目前まで来ているわけですね。中国との貿易も復活しようとしている。そういった中で、日本は悠長に構えていて、果たして良いのではない、良いのかどうか、私は疑問を持たざるを得ません。私は核ミサイル問題につきましては、我が国は現段階で核保有国ではありませんから、どうしてもトランプ政権との緊密な協力、トランプ政権に対して、トランプ大統領に対して、中途半端なところで核問題で北朝鮮に妥協しないでほしい。なんか北朝鮮とトランプ大統領にとっては、その非核化が進んでいるこの感覚、対話が進んで、非核化が進んでいるようなものをやっている感で十分なのかもしれませんが、隣に北朝鮮という国を抱えている我が国にとってはそれではいけない、最後まで言ってほしいということをトランプ大統領に訴え続け協力し続けることが大事。一方で懸案の拉致問題については日本が私は独自で動くべきだと思います。どんなに他の国に頼ってもそれは助けてはくれません。
日本人の人権問題は日本人が解決すべき、日本政府が解決すべき問題であると考えます。4年前には安倍政権下でストックホルム合意というものもございました。これは壮大なプランでありましたが、拉致問題はもちろん重要で最も重要な問題でありますが、やはり日本人の命全体を忘れてはならない。1960年代、70年代を中心に北朝鮮に日本の在日コリアンが帰国運動で9万人以上の在日コリアンが帰ってきました。その時に日本人妻1800人、その子供たち合わせて6800人もの日本人が北朝鮮に暮らしている。おそらくその子供たち孫たちを考えると日本国籍出身者はもっと多いかもしれない。そういった人たちが一人でも多く里帰りをしたいなら返す。そしてその段階でもちろん拉致会社も奪還していく、きちんとした調査を求めていく、共同でやっていく、そういった努力を積極的に仕掛けていくことが私は必要だと考えております。とりあえず私からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。続けてですね、鈴木達次郎さんの方からお話をいただきたいというふうに思います。鈴木さんはですね、ND の翻訳で言いますと、再処理の問題ですとか、原爆の使用済み核燃料の再処理、私もお一冊もお持ちさせていただいたりしているんですけれども、プルトニウムの問題ということで、今まで、たくさんのご協力をいただいていたんですが、今日は今、長崎大学の、レクナルとか、正式名称なんですけど、核兵器廃絶研究センターというのセンター長をなさっているという関係もあってですね、やっぱりこの北朝鮮問題、せっかくトランプさんが批判をしている対話に乗り出したので、この流れを後退させてはいけないぞというようなことで、ぜひ今回は核の問題でやりましょうと、先生に実は3ヶ月くらい前でしたかね、声をかけていただいたのと、こういう形になったということもありまして、今日核兵器の問題でお話をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介のテクノの鈴木です。よろしくお願いします。今佐藤さんからお話ありましたように、私の今所属しているセンターは核兵器廃絶研究センターで、この新外交イニシアティブとは実はプルトニウム関係で随分協力させていただいているんですけど、今回はこの核兵器問題で読んでいただいて大変ありがとうございます。このテーマで今日の私の、ね、メッセージはですね、このタイトルにありましたように、この機会を逃すなという、この一言に尽きると思います。今磯崎さんの方からもですね、大変心強いお言葉をいただいてですね、このチャンスを不可逆的に非核化を進めるチャンスだという、まさに私もそういうふうに思っています。今日はその話をしたいと思います。まずですね、この数年間大きく変わったことを、ちょっとこの表紙を見ていただきたいんですが、イギリスのエコノミストという雑誌の2代目が2016年ですね、もう手に負えないキム・ジョンウンという感じなんですが、右手がついこの間のですね、米朝対話ですね。でこのタイトルをちょっと見ていただきたいんですが、キム・ジョンウンではなくてですね、キム・ジョンウォンになるんですね。キム・ジョンウンが勝ったんじゃないかという、内容のですね、外交を分析をしているんですが、私たちとしてはですね、対話っていうのはですね、戦争を考えますと戦争は勝者がない、でも対話には逆に敗者がない。我々考えてまして、この分析でですね、確かにこのアメリカの方が金正恩に乗っちゃったっていう感じはあるんですけども、我々の対話をですね、ぜひ使ってですね、今後両者が勝者になるように乗っていきたいというふうに思っています。既に皆さんご存知の話がちょっとあるんですけど、まず歴史的な防止の会談の意味なんですが、まず朝鮮戦争の終結と朝鮮半島の非核化というこの2つですね、これが非常に大きなテーマだったわけですが、成果だったわけですが、これをどうやって持っていくかが今後の道筋だろうというのを、レクナっていうですね、でも長いので、核兵器廃絶研究センター長いので、ぜひレクナで覚えていただきますと、Google でも出てきますので、レクナで覚えていただきたいんですが、見解文をすぐ出しましてですね、3つのポイントを出しまして、まずこの具体的な道筋が見えないので、これを作るべきだ。それから、この朝鮮戦争の終結と非核化の、
メッセージをですね、どうやって多国的な対話に持っていくか、この2番目のタイトルが日本語訳が間違ってますけど、多国間の仕組みに持っていく、米朝やそれから南北朝鮮だけではなくて、日本や中国も巻き込む、これが大事でしょう。3番目はですね、当時はまだですね、緊張関係が残っていまして、南北間でその危機管理システムを構築したわけですが、この信頼醸成と非常に重要でありまして、米朝でも作るべきだということを提案させていただきました。続いて9月の平壌共同宣言、これはですね、大変、画期的なものがいくつかあるんですが、まずですね、軍事協定が結ばれましてですね、軍部同士で非武装をしていこうという方向で話がついた。これは事実上の朝鮮戦争終結につながる合意としてですね、非常に注目されるべきものではないかと私は思いました。で実際に、韓国にこの間来たんですけども、すでにですね、非武装地帯で、武装解除が行われてですね、パムンジョンのところでですね、両方の軍の人たちがですね、もう武器を外して握手をするという、そういうことが起きたということです。大変画期的なことが起きているというのが実感であります。2番目にですね、北朝鮮の動きとして初めてですね、具体的な動きが見えたと。先ほど4月の時には見えないということを申したんですが、ミサイルの発射台、限定的ではあるんですが、非核化及びミサイル多発凍結ということをですね、進めていく動きが北朝鮮側から見えたというのが2番目ですね。で一方で、アメリカ側のですね、対応、あるいは他の国の対応はちょっとまだ遅いんではないかということでですね、少しずつでもいいから、他の国々が動くべきではないか。特に、朝鮮戦争の終結ですね、その北朝鮮に対して安定を保障する、次のやつを見ていただきたい。この米朝共同声明で、その北朝鮮に対する安定の保障と朝鮮半島の非核化ということを約束したわけですから、これをぜひ進めていくことが大事ではないかと。で、そのためにですね、2つの制度化という言葉を使わせていただいたんですが、先ほど磯田さんからありましたけども、不可逆的にですね、これを進めるためには、単なる合意ではなくて、制度、法的拘束力を持つものにしていく必要がある。で、1つ目は、非核化の制度化、すなわち、検証をきちっと入れてですね、検証制度を作って、不可逆的なものに持っていく。段階的ではあってもいいと思いますが、段階的に必ず検証していくというのが大事である。で、2番目が、その平和の制度化、これは朝鮮制度の終結ももちろんそうなんですが、朝鮮半島を含み北東アジア全体にですね、平和な関係を築いていくための、ここもですね、何らかの形で将来平和条約を結んでいくような方向が必要ではないかということを書かせていただいたんですね。で、そういう動きを見てますと、実は3年前にですね、レグナーとしてですね、北東アジアの非核兵器地帯に向けての包括的アプローチということを提案させていたんですが、この、内容によって似ているのでですね、我々としては大変勇気づけられている。この内容ちょっと見てみたいんですが、4つのコンポーネントがありましてですね、最初に朝鮮戦争の戦争状態の終結を宣言する。宣言がまずする。で、その方向で交渉していく。で、2番目は、原子力に対する関心が強いということで、エネルギーに関するアクセスを平等の権利を認めたい。で、3番目が、ここは核なんですけれども、北東アジア非核兵器地帯条約を目指す。で、最後に、非核化だけではなくて、朝鮮半島及び北東アジア全体の安全保障を考える常設の機関を設ける。これが北東アジアにはないわけでして、これを作ってですね、核兵器だけではなくて、通常の緊張緩和、通常兵器の軍縮も含めてですね、軍備管理も含めて、安全保障の仕組みを作っていく。これによって、北東アジア全体の平和を目指そうというのが、この包括的アプローチの内容であります。で、この今日お話したい、この3番目とお話したいんですが、3プラス3という考え方ですね。これは上林先生、レグナの初代の
こうセンター長ですが、90年代から提案されておられてですね、朝鮮半島の2カ国と日本が比較兵器地帯を作り、で周りのロシア、中国、アメリカの核兵器国がこの比較兵器地帯に対して攻撃を加えないという協力的安全保障を与えるという3プラス3構想ということをですね、提唱されてきました。我々もこれを今、交渉提唱しているわけですが、比較兵器地帯というのがどういうものかといいますと、3つの大きな要素があります。1つ目は当然その地域なんですね。ここで言えば朝鮮半島と日本には核兵器は持たない、作られる、全部そういうことが含まれますね。で2番目がですね、その法的拘束などの検証措置が入る、これが大事ですね。先ほど申しましたように、これは、核兵器地帯というのは国連もちゃんと認証する条約ですので、法的拘束力が求められる。で3番目が、我々の核兵器界では最も大事なものですが、核兵器国がこの地域の核兵器地帯に対して核攻撃や威嚇を与えない、これを義務付ける、これを消極的安全保障と言いますが、これがやはり法的拘束力を持って、位置づけられますので、そうするとこの地域ではですね、核の傘に頼らない安全保障の枠組みができるというのが我々の提案です。では、日本は今どうしたらいいのかということなんですけども、今南北朝鮮、いわゆる朝鮮半島の非核化が、実現するかもしれないということはですね、朝鮮半島の比較兵器地帯というのをまず実現すること、3プラス3と言ってましたけど、まず2がですね、朝鮮半島の比較兵器地帯が実現するかもしれないので、2プラス1プラス3の可能性が出てきたということであります。その時日本がもし、様子を見て積極的に参加しないとどうなるかとなりますとですね、もし日本が参加しないと朝鮮半島で核兵器がなくなっても日本に核兵器が置かれるんじゃないか、在韓米軍の非核化検証の際にですね、在日米軍が隠れるようになるんじゃないかという懸念が出てきたりします。また、これが私の専門ではあるんですが、日本の持っているプルトニウムですね、これに対する懸念も増す。いわゆる日本は潜在的核抑止力を持っているわけですから、日本が非核兵器地帯に参加しないという意思表示をしますと、この日本に対する懸念も増してくるということですね。私たちとしてはですね、この機会をぜひ日本は積極的に捉えてですね、この日本こそ人の非核兵器地帯構想を支持して北東アジアの非核兵器地帯化に向けてですね、いい姿勢を取るべき。でこれができますと核の傘に頼らない安全保障の枠組みというのに近づくわけですから、これをもとにしてですね、我々としては核兵器禁止条約についても参加できるのではないか、こういう方向で今ですね、実際にレクナーではですね、北東アジアの平和と安全保障に関する専門家パネルを作りまして、2016年から毎年1回ずつ会議を行ってまいりました。で今年はですね、モスクワで鹿児島会議のロシア鹿児島会議と協力してですね、北朝鮮にも参加をお願いしてですね、モスクワ、大モスクワの北朝鮮の外交官が出ていただきました。で、比較兵器地帯について議論して、で現時点でもですね、3年前はもっとでしたけど、比較兵器地帯はなかなかまだ夢物語のように聞こえるんですが、比較兵器地帯が過去作ってきた人たちの話を聞くと、最初は誰もみんなそう思う。で、大抵は10年がかかるんですね、作るのに。だから今から始めてもそれがかかるので、誰かがこの構想をプッシュしていかなきゃいけない。で、日本と韓国がですね、一緒になってこれを進めていけばいいんではないかというのが3年前でしたけども、今、北朝鮮と韓国がこの構想に非常に興味を持っている。ついこの間ですね、韓国にも行ってきましたし、今回のモスクワでの会議でも北朝鮮の方々はですね、非常に関心を持っていただいて、で、このアメリカがですね、攻撃を加えないという保証をですね、条約で、
作れればですね、北朝鮮は非核化をするだろうということになっていきますので、我々としては決して物語ではなくて、これを今チャンスとして進めていく、いけるいい機会ではない。で、この機会を逃すなというのが私からのメッセージ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。先ほど鈴木さんの高鍵のご紹介で、原子力委員会委員長代理というのを、それで一番知ってらっしゃる方が多いであろう方だけをご紹介します。失礼いたしました。で最後になりますけれども、私ども新外交イニシアチブ NP の協議員をしてくださっています柳沢教授さんの方からお話をいただきたいと思います。柳沢さんは元大学官房長官を務めておられて、紹介もありますけれども、2004年に先生の小泉さんは、福田さん、第1位になりますね。で福田さんは総理政権の下で、大学官房長官として、政務政策を担当ということです。で今回ですね、まあ、今、北朝鮮の話が2つ続いたんですけれども、今日は東アジアの平和を通じて、米中関係とも取り上げているんですが、防衛の分野でいきますと、もうすぐにですね、海溝の海底、そして中規模の海底というものがもう、まあ、目前に迫っていると、まあ、保守が出ていくというような状態もあるんですから、まあ、米中が貿易戦争、それ以上の紛争に、まあ、なりかねない、やに言われているような情勢の中で、日本の防衛というのはどういう姿勢を持つことが、この東アジアの平和ですね、に、まあ、資するのかといった観点からお話をいただければかなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。何度もここでお話をさせていただいてますが、今ちょうどこの時期ですから、防衛計画大綱の見直しについてのコメントを私はこちらの左系の上に書いておりますが、まあ、いろいろ新聞報道、まあ、今日電話を付きで記者クラブに出しているようなので、打ち返ったらメールで詳しい中身は見れるんですけど、ただ報道でいろいろ要素は報道もされています。で特に出雲の空母化のようなことが非常にここに来て大きくクローズアップされているんですけれど、私はそういうその個々の、ね、アイテムについて方向を以前にまずこの今回の防衛計画大綱の見直しの位置づけを考えておく必要があると思っているんですね。でそれは大きく言えば2つの目的があって、1つは、アメリカ、まあ、日米の作戦上の一体化を進めることができるハードを作っていくということですね。でもう1つは、これがちょっと私には意味不明なんですが、日本自身が敵基地攻撃能力、まあ、そのパワープロジェクションのような力をつけていくというこの大きく2つの方向性が今出てきているんですが、でこれはその何も昨日今日出てきた話ではなくて、安倍政権が一貫して追及してきたこと、まあ、私もその前段階で日米同盟強化の仕事は当然やってきたわけですが、それでもアメリカの戦闘行為とは一体化しないんだということがね、まあ、それは散々国会で戦いましたけれど、イラクに自衛隊を出した時でも非戦闘地域なんですという前提で、やっていた、そのアメリカの戦闘行為とは一体化しないというところをそのよりどころにしていろいろやってきたわけですが、しかし安倍政権が出てきていたら、14年にはその集団的自衛権に関する憲法解釈の見直しをやりましたね。そして15年には日米防衛協力ガイドラインの改定ということで、アメリカとの一体的な運用を主に謳った、その運用を公表した際、そしてそれを実現するための安保法制が2015年の秋に出来上がってきているわけですね。だからアメリカと軍事的に一体化するソフトは、一応出来上がった、そして今度はそのハードを完成させるというのが大きく言って防衛大綱の今回の防衛大綱見直しの歴史的な位置づけになっているんだろう。だからそういう意味のもとでやっていくことである限りは、その一応この合理性があるわけですね。その当然それは
アメリカのウェブと合わせたその、コンピューターネットワークを持たなければいけないし、そのアメリカの飛行機でも一緒に支援できるような体制を作らなければいけないという構想をまさに実現させるわけですから、そこがセットになっているということをこう考えていかないと、いつものようなものを、事実上の空母を持てば、憲法に違反するんじゃないかと、それだけ取りましてね、なかなかトータルに物事を見たことにはならないんじゃないかと思っています。ただそのものについて、具体的なものについて触れますと、私はその日本が中長距離の巡航ミサイルを持つとか、あるいはその出雲を改装して、F-35B という戦闘機を降ろせるようにするとかいう話は、ちょっとこれは本当に日米一体化とどう関連しているのかということがわからない。マイクさんも、無駄じゃないかということを言われましたけれども、運用の仕方がわからない装備、ミサイル防衛システムだったらそれはわかるんですね、どう使うかというのがね。しかしそれは一方で、北朝鮮のからのミサイルの脅威というものが、目に見えてなくなっていく可能性が今米朝の脅威の中で出てきていく中で、どうするのという問題はあるにしても、北朝鮮からミサイルをから防衛するんだという、その使い方は分かる。しかし出雲の甲板を強化して戦闘機が降りられる、その、ね、熱と重さに耐えられるように甲板を強化する、これって空母なのかって言ったって、それはその付着してくるわけではないので、そこに降りた飛行機に爆弾を積まなきゃいけないんですね。弾薬をちゃんとした飛行機用の弾薬を持たなきゃいけない。果たしてね、そんなことができるかどうかということを考えると、でしかもそれをどう使っていくのか、日本の近海で南西諸島の防衛に使うんですって言ったら島がたくさんあるわけですね。その島に加えて空母を入れないと戦争にならない、ってそうやって何なんだという、本当にどういう使い方するのか全く分からない、そういうものはもう単純に言って無駄遣いというほかはないんだろうと思っています。で、それからその防衛費を増やす、過去最大の規模の防衛費といったって、なかなか5兆円ちょっとですね、それもその少ないとは言わないけれど、しかし、それ中国の脅威に対抗するためであれば、何かといったら、中国は名目で日本の3倍の以上の国防費を、しかも何十年も続けてやってきているわけですね。で、日本やアメリカの分析だと、中国の実態の国防費は、米国の工業地の2倍だっていうわけですから、6分の1の国防費を何パーセント増やしたからといって、それで一体何の役に立つんですかっていうことを問うていかなければいけない。で、当然足りないからどうするんだ。それはアメリカに出てきてもらわなければいけない。だから、アメリカから見捨てられないように一体化していくという、こういう流れになっているということですね。それが今の日本の防衛政策であるということなんですが、そこからいろんなその矛盾や不合理も生まれてきている。だからその憲法に違反していると言ってもというところの批判、私がそこで批判するというよりは、本当にそれで日本の安全に反るんですかということを、しっかり議論していかなければいけないんだろうと、ある意味ちょっとそのわけのわからないいつもみたいなものが新聞にクローズアップされてね、かえって根暗ましになっちゃうんじゃないかという気もするんです。今の国会のレベルであれば、その辺でちゃんと議論していただく必要もあるんだろうと思ってるんですが、それは結局どこから出てくるか、中国が対抗してますよね、怖いですよね、圧倒的な軍事力持ってますね、中国にその支配されないためにどうしたらいいのか、やっぱりアメリカに頑張っていく、学んでいけない。しかしアメリカは本当に本気でどこまで中国と戦っていくのか分からない。アメリカと中国の問題の間で問題になっているのは、その覇権をめぐる、何もアメリカの国土が奪われることをアメリカが心配しているのではなくてね、アメリカのこの地域における覇権が脅かされることを心配しているわけ。つまり覇権の
を巡る構想がここで行われている。しかしそれはそのお互いに戦争してお互いに潰し越したら共倒れになるという側面もあるわけなので、どうもアメリカが本気で戦争してまで日本を助けてくれるかというところが自信がなくなってきている。それが私は正しい心配だと思うし、まあ、そういうその冷戦の時代と違って国益重視の時代になってきているわけなので、そこでアメリカが助けてくれないかもしれない、つまり見捨てられるかもしれない、この同盟の持っている見捨てられる危険と巻き込まれる危険の中で見捨てられる危険をなくすために巻き込まれるということを選択しているのが今の日本の政府が取っている基本的な方向性であった。からアメリカと一体化していくということですね。しかしそれはまあ、軍事技術の正解といったらそれはしょうがないと言えなくもないけれども、それは鎖国状態ではなかなか防衛技術の一番いいところを取るわけにはいかないけれども、そうやって一体化していくということはよく安保制度にもありました。それは日本の選択肢が日本の防衛力を使う選択肢が広がるのはいいことだと言った。しかし日本がやりたくないことを断るという選択肢が実はなくなっているんじゃないかということを私は実態として一番危惧しているわけですね。先日もちょっと私どもの防衛庁 OB、 自衛隊 OB とやっている勉強会の中で、その勉強会があって、私が出した課題は台湾をめぐってアメリカと中国が、非常に対立を鮮明化している。でそこでアメリカがその飛行機や船をこの周辺に出してくるときに、日本に安保法制で認められたアメリカの船飛行機の護衛を求められてきた、そのときにどうするんですか、護衛の任務を与えられた自衛隊はどういう交戦規則を与えるべきなんですか、つまり中国は相当挑発的なことをやってくるかもしれない、そのときにこっちが先に引き金を引いていいのか、撃たれるまで撃っちゃいけないのか、撃たれても我慢しなければいけないかですね。当然撃っちゃった場合の反応は目に見えてます。拡大していくわけですね。拡大していくのを誰がどう止めるんですかという課題を出したところ、多くの人たちはそれはやっぱり政治がよほどうまく決めてもらわないといけないみたいな、つまりそういうことなんです。アメリカと一体化していったら一つの選択かもしれないが、しかしそれは、そういう日本がまさに日本の戦争でないものに、巻き込まれていく危険を高めていくんだよということを考えた上で、今のこの方向性をどう見ていくのかということを評価しなければいけないのではないかということですね。少なくともそのどう使っていくのかということは、そしてそのどの程度そのまあさっきのミサイル攻撃したってこれでどの程度防げるんですかということをしっかり議論していく、そういうその憲法に関して関係したなというところをもうそれを一つ、相手は向けてるわけですから政府がね、それはその批判する側もそこを向けて、それが本当に日本の安全にとってどういう意味を持つのかという実質的な議論をしていかなければいけないんじゃないかという、そういう段階に今来ているんだろうなというふうに思います。で、先日はこういう話をしてたら、どうもその八重沢側は安倍政権に対する危機感が薄いのではないかというふうに思ってたんです。しかし私は安倍政権が憲法を守れ、安倍やめろと言ってたってね、安倍やめますよ、3年経てその後でもしかしこの問題は残るんです。それに対して政府がどう対応していくのか、その政府を決めるのは国民なんですから、そこをしっかり踏まえた主権者としてね、どういう戦争をするのかしないのかということを絶えず見ていくだけの知恵がぜひ必要なんじゃないかということを、この対抗見直しの契機にもまた問題提起をしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。ではここからはパネルディスカッションに移りたいと思います。コーディネーターの柳沢さんにお願いするんですけれども、皆様の質問を柳沢さんから読み上げていただく、私の方にセレクトしていただくというのは決めていいですか。
はい、あどっちでもいいです。あの、私が読めるかも、柳沢さんがいろんなところで。私が喋ってる間にちょっと見ていただいてもいいですか。あ、そこやります。はい、やります。あの、いくつか、投資家の方全部をこう質問させていただけないので、選ばせていただき、柳沢さんの方から、ご自身の質問の中に混ぜてやっていただく形にしていこうというふうに思います。では、柳沢さん、ご迷惑よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、15分か20分ぐらいにちょっといただいて、その後はフロアからの質問にそれぞれ答えていただく方が、分かりやすいと思っています。一つはその、まあ、私の一つの問題意識は、その米中関係にしても、米朝関係にしても、その日本はどうもその自分が恐怖を感じて、自分に対する、恐怖だという認識をするわけですが、しかしそのだから力で対抗しようという発想も生まれてくるんだろう。なかなかそのこちらがどこかで譲歩して収まるようなペーパーでもないかもしれないけど、だとするとやっぱりその何を求めるのか、その中国よりもその優越した立場にいることを目的にするのか、それともアメリカと中国が、関係を安定させるということを日本としては望んでいくのかによって、非常に大きな違いが出てくるのだろうと思うんですね。で、あの朝鮮半島にしてもそれは北朝鮮のミサイルの攻撃ですから、武装で不安なことにはすごいないんだけど、しかしそれはアメリカと北朝鮮の関係が例えば、安定していけばね、多少のミサイルや核が残っていたって、それが使われる心配がなくなるという意味では、より安全になるはずなんですね。でもそこはだから、相手が力を持っていればこっちも力という単純な形だけでは、日本の方向性としては十分じゃないんじゃないかというふうに思うんですが、まあ、その辺、そういう観点から見て今の日本政府の姿勢について、それぞれどんなふうに関心になっているかということをお三方から、お話をちょっとずついただいた上で、まあ、あとなければあのフロアのご質問を受けたいと思います。じゃあ、順にマイクさんから。Thank you very much, Yamini-san. In terms of what the best way for Japan to deal with the various capabilities that could threaten Japan, I think it's important to go back to a fundamental concept in international relations theory of how do you define the threat. There's a debate. Some people say that threats should be assessed just based on capabilities. And so if you have a country with greater capabilities, then you have to respond with comparable capabilities.柳沢さん、どうもありがとうございました。日本に対して脅威をもたらすようなこの能力があったとして、それに対応する上で、対処する上で、じゃあ日本が取るべき一番いい道はということを考えるときに、まずこの国際関係に関する一番基本的な理論、すなわち、脅威をどういうふうに定義するかというところに立ち戻って考えるべきだと思います。で、いろいろな考え方があります。で、例えばその脅威というのは、その純粋にこの能力をもとにして、どういう脅威があるかということを評価すべきだという考え方がまずあります。で、そうなりますと、この自分よりも大きな能力を持っている国があったとしたら、それに対しては、それに相応するような能力をこちらも持つべきだということになります。But I completely reject that capabilities-based assessment of the threat.
If you took a purely capabilities assessment view of the threat, then as you pointed out, countries like India or even the United States has great capabilities that could threaten Japan, but Japan feels no threat from an India or the United States. And so I would argue that the only way to assess the threat is not just to look at capabilities, but intentions. しかし、この能力のみに基づいて、この脅威を評価するという考え方は私は何か反対でありまして、で例えば、インドや、それからアメリカもそうですけれども、この日本よりもずっと多くの能力を持っているけれども、じゃあ日本を脅かしているのかというと、日本はそれに対してその脅威を感じていないわけです。ですから、むしろ、脅威ということを評価するときには、その能力に加えて意図というところも合わせて評価していたと考えます。So, Japanese as well as Americans should ask, what are the intentions of North Korea? What are the intentions of China? And if they do pose a threat to Japan, then what is the motivation behind that hostile intention? And then the best way to deal with it is through diplomacy.To try to remove or change that intention. So I think it is misguided, it is wrong to do defense planning just on the basis of the capabilities of possible adversary states.北朝鮮あるいは中国の意図は何なのかということを、問題にすべきです。でそして、脅威というふうに、脅威があるというふうに実際に思うのであれば、実際に脅威を受けているというのであれば、その敵対的な意図の背後にある動機はそれでは何なのかということを考えると。でそして、その上で一番いい対応の方法というのは、その外交でもってその意図を取り除くあるいは対処させるようにするということです。ですから、ただ単にこの能力でも能力を元にしただけで、その潜在的な敵国が脅威になったどうかということを評価して、それのみに基づいた防衛関係計画を作るというのは間違い、見当違いであるというふうに思います。私なりの観点から申し上げますと、やはり相手の意図がどこにあるのかということは非常に重要でして、その対話を拒んでいますと、相手の論理がいかに自分とかけ離れたものであったとしても、それを正しく理解することができないというところがあるわけですね。でその意味では、まあ、経済制裁の途上で渡航自粛勧告が長らくかかっているわけですけれども、今年、例えば今年台湾風土になりましてかなり増えました。観光客ですね、日本人が北朝鮮に観光で行く人たち増えました。倍増しましたけど、それでもこの1年間に350人、で親善団体、地方議員などもしくは協調メナカメラマンなどもいらっしゃってますけれども、そういった方々を含めても数百人規模なわけですね。で韓国から日本に来ている人たちって1年間に700万人、日本から韓国に1年間に270万人、1000万人の行き来が日本と韓国のある中で、数百人のレベルしか行き来していない、北朝鮮から日本には来ていないですから、それはいくら北朝鮮と我々の価値観が違っていたとしても、意思疎通しないことにもですね、物事が何が問題なのかすら、すり合わせができない状況。それはやはり感情的にならないということが重要なんだと思います。私が生まれた頃でございますが、1970年代、はじめ71年には、例えば現役の東京都知事、美濃部良吉さんが北朝鮮に行って、現役の東京都知事が北朝鮮に行って、当時、キム・イルソン首相と会談してるんですね。で、これは資本主義の負けが明らかで、社会主義は勝っていると。で、私はお世辞で言うのではなく、キム・イルソン首相は素晴らしい。
でしかも東京都の財政、東京都の建設は非常に苦労しているから、平壌を東京都のモデルにしたい、そこまで踏み込んで、でそれをですね、ついつい笑ってしまいますし、普段接している学生さんは本当にそうだったんですかって信じられない顔をするわけですけども、40年経った今、それを振り返って、まあ、その時はそういう時代だったんです。日本全体が北朝鮮を乱視されていた。朝日新聞、毎日新聞だけではありません。産経新聞も北朝鮮を礼賛する記事があった時代で、そういうことを過去40年経ってですね、振り返るのは簡単なんですけども、今果たしてここまで世界史的な動きが出ているかもしれないのに、日本だけが対話せずに足踏みしていることを40年後、50年後に後悔するかもしれないわけですね。なんで日本だけこのタイミングで対話を仕掛けてこなかったんだろう。あまりにも感情論に走りすぎて、あまりにプラスイメージだった北朝鮮を実態以上にマイナスで見てるんじゃないか、そういった可能性を考えながら物事は進めていかないといけないと思います。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと鈴木先生向けに同じ質問なんですが、ちょっと追加補足いたしますと、比較、東アジアの比較地帯構想というのは、要はその能力と意思ということで言いますとね、能力を持った国がそのお互いに、核能力を持たない国を攻撃しないという、これは意図の保障をするわけですね。でそのそれぞれ参加国は、それぞれ参加国はそういう国の能力を、今までは当てにしようとしているわけですね。まあ、北朝鮮は別に中国の能力を今当てにしているようには見えないんですけれど、日本も韓国もアメリカの抑止力ということで、当てにしようとしている部分があるので、まあ、その辺、それが唯一の現実だと考える立場からすると、比較地帯構想なんかは、非常に夢、物語だよということになるかもしれない。しかし能力、意図をどうその使い分けて、見ていくかというところで、どのようなその現実性を捉えていかれるのか、特に日本政府は今またそれ多分応じようとしないかと思いますね。それは別の現実が見えてるから、まさに核を相手に持っている以上、こっちも核を持ったアメリカの核の傘の元に入らなきゃいけないと思ってるから、だからそこは一体どういうふうにこうそのマインドをセットを変えていったらいいんだろうかというあたりを中心にお話しいただければと思っています。あ、それから真由さんにもう一言、アメリカどうもその今の米中のその貿易戦争のような、あるいはその IT 技術をめぐり、その確執のようなものを見ていると、何かアメリカが仕掛けている感じが、非常に強く持つんですね。その辺のその、さっき磯崎さんにおっしゃったその感情的な、まあ、アメリカというのは合理的に考えるかと思ったらトランプさんも出てきて、そうでもない。だからアメリカ側のその今のこの米中問題、アメリカ側のパーセプションの問題というようなことを、もうちょっと鈴木先生の後に補足していただけたらと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。東亜時代核兵器地帯構想をですね、推進しているのは、実は、アメリカの中にもいらっしゃってですね、もともとグラミントン・ハルペリン博士が、提案されたその効果的アプローチというのが出てきたアイデアなんですが、誤解を恐れずに言いますと、日米同盟イコール核抑止力依存ではない、一言で言える。我々は日米同盟は大事だし、いわゆる拡大核抑止と言われている中の核兵器の部分に頼るのが危険だという言い方をしています。でこの北東アジア核地帯は拡大核抑止の中の核だけを取るみたいですね。その方がむしろ抑止力としては信頼性が高まるという、まあ、
考え方で、そのモーターハルプリン博士から教わったんですけども、あのもちろんアメリカの中にも、保守派の方々からはですね、危険だというご意見はもちろんありますし、この間韓国に行ってきたんですけども、まあ、韓国でもですね、核兵器地帯に対する関心は非常に強いんですが、保守派の方からは、じゃあ韓国、米韓同盟はどうなのかということに対する、まあ、疑問が当然 ありました。で、我々の説明は、あの核大核抑止の中はですね、アメリカから その同盟関係に基づく抑止というのは残るけども、核兵器についてはいらないんじゃないですかという、まあ、言い方をしています。もちろん長期的にはですね、先ほど の日本は何を求めるかというところに、行きますと、北東アジアで当然ながら戦争のリスクを下げる方向に持っていきたいので、拡大核抑止と言われている中でも、実は今ですね、先ほどご指摘があった、例えばミサイル防衛を日本や韓国に置くということはですね、実は拡大核抑止の中の一部なんですが、核兵器を防ぐということではなくて、むしろですね、地域の緊張を高めてしまう、現実に、中国の核戦力を拡大に方向に持っていくものである、そういう時に日本がそれをそのまま引き受けていいのか。それから最近では INF 中距離核、戦力の廃止、条約に対してアメリカがそれを破棄するという方向を出した。その時に日本は、それが日本にとってはですね、かえってリスクが高まるということをどうして言われるのか、この辺がヨーロッパとだいぶ違うの。ヨーロッパはしっかりですね、ヨーロッパのリスクが高まる。やっぱヨーロッパは戦場にしてほしくないということを強く強調をされてましたので、まあ、そういうふうに考えますと、非核兵器地帯構想というのは、そういう考え方で日本の安全保障を守るということになるんだと、私から答えます。はい。Before I respond to Yanagisawa's question, I'd like to just add one point to the discussion about the nuclear weapons-free zone. I very much support this idea, but in trying to achieve this vision, there's another factor that we need to consider.柳澤さんからの質問にお答えする前に、まず、非核兵器地帯についてなんですけれども、私はこの考え方を非常に強く支持するという立場でありますが、これをこういった展望を実現する前に、一つ考えなければいけないということがあります。In talking to US and Japanese defense planners, the major concern now from China.Is that the conventional military balance is shifting from an era when the United States had naval and air predominance in this region to an era where China at least has parity with the United States and Japan, or in the not too distant future.May even have superiority in some areas in the naval and air domains. この日本に対して米の貿易担当の人たちにとってやはり中国という人で一番今懸念事項になっているのは通商兵器におけるこの軍事力のこのバランスが変わってきているということだと思います。すなわち、これまではアメリカが海軍力、それから航空力においてもこの圧倒的な使用力を持っていたんですけれども、現在は少なくとも中国側がアメリカ、それから日本に対して、この大本と同等のこのバイキングが達しているのではないか、それからアメリカ国内将来には、この海軍力、それから航空力の一部においては中国の方がこの優勢という状況になるのではないかという懸念です。So, I think it's quite possible.
that we could have a nuclear-free, nuclear weapons-free zone in Japan and on the Korean Peninsula. But the hard step is moving to that final stage of moving to a security system that does not depend on nuclear extended deterrence or the so-called nuclear umbrella. Because increasingly, US and Japanese defense planners think that one way to deter kind of Chinese aggression against a superior conventional capability is to have the nuclear option. ですから、日本あるいは朝鮮半島に核兵器、核兵器地帯を設置するということは、それは十分可能なことだと思いますけれども、しかし、その一番最後の日本のところで、ステップのところで非常にこの難しいのではないかと思うのは、やはりその、通常権力における失礼この核兵器によるその拡大を、すなわち核の高さに依存しないような安全保障体制を作れるかどうかというところだと思います。でそれはどうしてかというと、その日米 の, この防衛当局の関係者たちは、その中国が通常兵器において、よりこの優勢を強めてくる中で、それに対してこの抑止力を持つためには、やはりこの核というオプションを持つことがどうしても必要だという考え方が非常に日米の防衛関係者の間で強くなっていると思います。Now, to answer Yanagisawa-san's good question about what is the American perception?About how this trade war between the United States and China happened. And some people think that it's the United States that started this trade war. で中のこの貿易戦争に対して、どういう認識があるのか、あるいはアメリカの方が始めたのではないかという見方もあるけれども、ですが。Now, although there are many people in the U.S. policy community who are critical of Trump's style of dealing with China, there is, I think, a broad consensusthat the United States needed to take some action against China because there's a belief that China, since it entered the WTO, has engaged in unfair, predatory trade practices against the United States. And so that while U.S. companies may not be able to sell as much to China,Chinese enterprises are able to freely access the U.S. market. And secondly, there is a belief that China has systematically stolen high technology, and that has major national security implications.確かにアメリカの政策関係者の中でも政府の中でも、このトランプ氏のような、中国に対するこのスタイルには、批判的な人も多いです。ただ一方で、中国は WTO に加盟して以来、アメリカに対して非常に不公平で、この略奪的な貿易慣行をしているのだというこの見方についてはアメリカでもかなり広いコンセンサスがあって、だから何かは中国に対してしなければいけないんだと、そういうこの実験のコンセンサスがアメリカでも幅広くあります。でそれはアメリカの企業は中国に自由に物を売れない、一方で中国の企業はアメリカに対して自由に、商品なく参入できるという状況があるかなということです。でそれからもう一つは、中国がやはり組織的にアメリカからこの先端技術を盗み取っていて、そしてこれは安全保障上に大きな影響を及ぼしているんだという見方もあります。Now, at the height of U.S.-Japan trade
and economic frictions, like the 1970s and 1980s. US policymakers had the same attitude towards Japan, that Japan engaged in unfair trade practices and was stealing American technology. And you have to remember that even under the Reagan administration, supporter of free trade, he imposed tariffs of 50% on Japanese electronic goods because there was a belief that Japan was an unfair trader. But the big difference between US policy towards Japan and US policy towards China is that Japan was an ally of the United States. And therefore, when it came to this kind of trade tensions, the Japanese tended to back down because it wanted to preserve the security relationship. And there were policymakers in the United States that said, Japan is our ally, so we should not engage in that kind of aggressive trade war with Japan. But in the case of US trade policy towards China, China is not an ally, a security ally, but is seen as an actual or at least a potential security adversary. And therefore, there is really no security checking mechanism to mitigate the trade tensions. And therefore, the trade tensions reinforce the security rivalry. ですけれども、その対中政策と対日政策で一番何が大きな違いかというと、日本は同盟国であると、だからこの貿易関係が非常にこの緊張を払ったとしても、日本がそれで安全保障関係をアメリカと維持したいという理由から、日本が引いたということがあります。でそしてアメリカの側でも日本は同盟国であるんだから、ありがとうございます。だから非常にその不安な、そしてどう決着するか実は見えない状況なので、大変その心配は尽きないんですが、まあ、その中で、まあ、さっきマイクさんのお話の中では、日本はその米中 の, その安定を邪魔するようなことをやっちゃいかんという趣旨のお話があったと思うんですけれども、もう一つ具体的に何かその日本の政府への注文があるとしたら、そしてそのもう少し会場からいただいた
国の中で防衛費増やすのはアメリカとの貿易摩擦という解消が目的なんじゃないかというご質問があったんですが、それもどうなんだというところを簡単にコメントをいただけたらと思います。その後ちょっとあと鈴木先生とか椿先生に対するご質問をちょっと申し上げたいと思います。From the U.S. perspective, or from the Trump administration's perspective, Japan buying more defense equipment from the United States serves two purposes. So one is to help with the U.S. trade deficit with Japan, and the other is the view that it makes Japanese defense capabilities much stronger to deter against a Chinese threat. And so from the American point of view, this is a great thing. And so there's no complaints. But when I come to Japan, I hear so many complaints from Japanese political circles, and in fact, even Japanese business circles, because the purchase of U.S. defense equipment is now posing some major challenges on Japan's own defense industry. もう映画から見ればトランプ政権から見るならば、アメリカのこの防衛装備を日本が購入することによって、対日貿易赤字を減らす、それから、中国からの脅威を抑止するための日本の防衛能力を向上させるというこの2つの目的に、役立つことになるわけで、何も悪いことはない、十分いいことではないかということになるわけですが、でしかし日本に来てみると非常に日本の政治家も、それから、この産業界の経済界の人たちも非常にこの不満が大変強くて、日本のこの防衛産業に対して非常にこの大きな、この問題を突きつけてしまうことになったんだということです。はい、ありがとうございます。そういうところもまた来たる国会でしっかり議論をしていただきたいなと思っておりますが、例えばその、朝鮮半島の非核化に関連してですね、寄せられた質問はその、それだけ結局沖縄への核持ち込みの可能性とかですね、沖縄のその基地の役割がもっと大きくなってしまうと、あるいはそのように解釈されて、その基地境界に進む可能性があるんじゃないかと、その辺を合わせて考えながらやっていかなきゃいかんじゃないかという会場からの声があるんですが、磯崎さんと鈴木先生とその辺についてのコメントをお願いできればと思います。恐縮です。ちょっと、はい、私の守備範囲をお願いします。はい、これは韓国に行った時にですね、北朝鮮の非核化ではなくて、朝鮮半島の非核化というふうになったということで、韓国の非核化ということは、今はもうないわけですけども、韓国における在韓米軍の位置づけは大きく変わるだろう。でそうすると、今おっしゃったように、核だけではなくて、北東アジアの安全保障を考えるときに、在日の米軍の役割が変わる可能性がある。でこれについてどう考えるかという質問だったりありました。はい、で、我々としてはそういう影響が当然出るだろうということを想定して、北東アジアの安全保障協議会というものを作ったらどうですかという提案もさせていただいて。というのはですね、核兵器だけが問題ではなくて、もう今すでに何回も議論されていますように、通常兵器のバランスも大事だし、日韓、日中関係も大事だし、北東アジアの最終的な平和と安定を求めるためにはですね、核だけに注目していてはならないということも、認識、私は認識しない。
ということで、今起きていることは核を理由にですね、いろいろ先ほどのお話もありましたけど、アメリカ、日本が核の傘っていうイメージで言っているのは、実はですね、まあ、ほとんどの部分が通常兵器のにおける、まあ、ミリタリーバランスの問題であってですね、核のことを議論することほとんどないにもかかわらず核が必要だと。だその辺の詰めをちゃんとしていけばですね、核兵器への依存度というのをですね、減らしていく方向で議論が進められるのではないかというふうに考えます。はい、ありがとうございます。なんていうか、やっぱり核は広島、長崎以来、一度も使われていないし、ますますその認識としてはね、使えないよねっていう認識の方がね、高まってきてるんだと思いますね。で、さっきの磯崎さんの話では、その中東なんかの教訓から核を持たなきゃいけないとは思っていたけど、考えてみたら、そのアメリカからの攻撃を抑止できている要因って別にあるんだよねと、ただそれは例えば、アメリカ市民への被害であったり、同盟国への損害であったりとか、ね、そういう認識ができてきているところが、やはり一つ、それはその、なんていうか、抑止構造もそうやって変わってきているということがあるんだろうと思うんですね。で、最後、ちょっと時間も押してますので。多分皆さんが一番聞きたいこと、磯崎さんに、どこまでおっしゃれるかなんですが、年明けにでも米朝の2度目のお首脳会談があるのか、あるのかないとか言われています。それも含めて、その今後のこの交渉の展望、まあ、展望と一番出しにくい時に展望というのもと思うんですが、その辺、おそらく皆さんもお聞きになりたいと思うので、最後にちょっとそこのお話をいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。これもですね、ありがとうございます。きちんとおっしゃっていて、何か物事が起きてですね、その直後に解説できるのは、後出しじゃんけん、いくらでも得意ですね。誰でもできるかもしれない。今から起きることを何か展望を申し上げようとすると、大体、たとえ当たったとしてもですよ、外れたところだけ印象に残ってしまうので、それはすごくリスクがあるんですが、北朝鮮側はやはりトランプ大統領の間に物事をできる限り進めておきたいという思いがあるわけですね。トランプ大統領の後、どんな大統領が出てくるか分からないわけですから、トランプ大統領の間に、つまり北朝鮮の強制収容所、政治犯収容所を撤廃しなさいとか、インターネットの自由化をしなさいとか、そんなことは一言も言わない、人権問題に関心のないトランプ大統領の間に、深化を進めるべきである。という政治的な判断でもあるんです。それはオバマ大統領が3年前、オバマ大統領がキューバと国交正常化をしたときに、国交正常化の条件としてインターネットの解禁を求めたのとは全く違った構造である。内政に手を突っ込まない形で妥結できるかもしれないという期待感、そして大きな取引を好む大統領、そういう意味では私は今報道でよくされています通り、どことどこが鬼ある今年6月の会談といいますのは、抽象的で曖昧な合意、しかし大きな枠組みで方向性を示したわけですから、それをいかに具体的な合意として下ろすことができるか。ただ北朝鮮の人、北朝鮮は非常に保守的で、自ら政策官僚もですね、官僚もそして閣僚も保身に走る保守的な体制ですよ。政策転換をできるのはトップしかいない体制なわけですから、そういう意味では具体的な核問題に関する権限の移譲というものが、ここのグループでやりなさい、この人物と交渉しなさいというのをより具体的に下ろせるかどうかというところに私は注目をしています。そうでないと首脳会談何回繰り返してもですね、またお互いの不信感が元になって、不信感でもって膠着状態に陥りかねないからですね。首脳会談が行われること自体はそんなに悲観的に見ていませんし、私は大きな方向性として北朝鮮側がアメリカとの関係改善を目指していることはそう変わらないように思います。しかし、亡くなりましたが、
6月の12日に首脳会談、米朝首脳会談があった直後から、それまで60数年間連呼してきたアメリカ帝国主義、米帝という言葉が急になくなって、私はそこに注目いたしました。昨年1年間、労働新聞で2078回連呼してきた米帝という言葉は急にこの6月からなくなったんですが、しかし実は最近少しずつ復活しているのがちょっと怖いんですね。つまりアメリカとの駆け引きの中でうまくいかないんだったら元に戻るかもしれないというメッセージをアメリカに送りつつ、でもやっぱりこの間に物事を進めておかないと自らが最も今求めている体制永続化のための高度成長を狙うことはできない。何のためシンガポールみたいな経済制裁全く解除されてない段階で北朝鮮がここで足踏みをするというのはちょっと考えにくいかなと思います。非常に曖昧な返答で恐縮でございますが、はい、ありがとうございます。つまり北朝鮮側にはこの問題を先に進める大きな動機、利益があるということだと思います。したがってそのおそらくどちら側からも潰せないステージなんだろうかと、でそこに向けたいろんなやり取りが行われているんだろうということだと思います。また年明けからこのテーマが揺らすようになって、磯崎先生がテレビに出る機会が増えることを期待していきたいと思います。今日はそんなことでいろいろ尽きないんですが、お時間が来てしまいました。ちょっとワンパンのない司会で申し訳なかったと思いますが、これをもって、進歩というのを締めたいと思います。最後に、佐藤さんの方からアナウンスがありますので、貴重なお話をお聴きいただきありましてありがとうございました。非常に充実したシンポジウムだったかなというふうに思います。新外交政策は新刊ということでやっているんですけれども、できる限りですね、その今進んでいる外交ですとか政府が導入している外交政策に何か提言のような要素を含めた形でも発信していけたらということで皆さん進めておりますので、いつもこういったメッセージが今回の相談者の方からの説明にあったかというふうに思いますので、多くのメディアの方もご出席してくださってますので、ぜひご報告いただければと思いますし、それ以外の方もぜひ発信してください。最後少しご案内になるんですけれども、私も新外交政策とこういった新規事務をしたりですね、ひょっとするといろんな政治家の方も浜田さんも含めて直しを目指す組み方も含めてですが、アメリカにですね、日本の今の外交で届いてない声を伝えるというようなことも活動したりしている団体でございます。詳細はですね、こちらのリーフレットの方にどんな団体が書いてございますので、ぜひですね、皆さん会員になるあるいは反抗していただくという形でご支援をいただければというふうに思います。画面、お付けがましながらこんな封筒も中に入れておりまして、こちらにちょっと何か入れていただいてですね、こちらの方で集めておりますので、ぜひ、ご協力をいただければ大変幸いなと思います。それからこれまた自分の宣伝で申し訳ないんですが、私、先日対談を出しましても、出版記念シンポジウムを1月11日に、行います。フェミニズムという画像には語ることが全くないテーマなんですが、周りの方にされてこういった本を書きさせていただいているので、もしよかったら1月11日、足をお運びいただければと思います。東京新聞の記者の小杉子さん、大阪大学の中央校の先生として歴史問題に取り組んでおられる平井美子さん、当相談をさせていただいて、伊藤詩織さん、三浦真理さん、ジャーナリストの非常に有名な伊藤詩織さんなんかも、ちょっと日程があればですね、イギリスから来てくださるかもしれないというようなようになっております。それから、宣伝ついでで申し上げるということで、後ろにこの本も含めて、書籍が売っておりますし、マイクさん、あるいは林田さんも書いてましたね。私もこう、書を読ませていただいている日本の安全保障という岩波書店からの本と、それからいくつかNGからの出版をしている本が販売しておりますので、よろしければお読みとってお買い求めいただければというふうに思います。またその中にですね、アンケートが入っているかと思いますので、そちらにもお伝えるので後ろでアンケートを開始しておりますので、ぜひご協力をください。そして最後に
の懇親会も営業しております。ちょっと中部7条の鈴木先生のご親王ボールが直接金田から来てこのまま仕立てているので、参加していただけるのかなというのもあるんですが、もしよろしければ、懇親会もご参加いただければというふうに思っています。そしてですね、今日なんですが、ちょっと下にちょっとお知らせがあるんですけど、4時40分の配信で、優秀信奉者はですね、沖縄県知事のデニーさんが、今や防衛大臣、何が私防衛大臣があってですね、残念ながらご職員は行いますと、健康に問題がなければ行いますというようなことの伝達をしたということも、記者会見で行って発表したということですので、明日、どんなニュースになったということを、非常に心配しております。新型コロナウイルスでは、同じように、辺野古に措置を作ることについては、決して、テーマ施設の唯一の選択肢じゃないよということで、提言をしたのを続けております。明日、ということになってしまうかもしれませんけれども、引き続きこの問題については、討論されていきたいかなというふうに思っております。ぜひ、また、新年についてもご協力をいただければと思います。本当に最後になりましたけれども、通訳の矢部さん、本当にありがとうございました。矢部さんとですね、通訳の日をですね、一番最初にした時に、どうぞお返しから向きを変えてくださってですね、そのまま会員になりますというふうにおっしゃって、演技の会員なんで、それからずっと通訳をやってくれて、非常にありがたい支援をいただきながら、今後させていただきます。本当にありがとうございました。では、時間に渡りましたけれども、本日のシンポジウム、東アジアの平和と、北朝鮮の非核化と切り替わる米中関係、ぜひ来年は本当にこれらの問題、提案を含めてですけれども、ぜひいい一歩を歩めるような年にしていきたいというふうに思います。皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。